ブトリントはアルバニア南部のサランダ県にある都市遺跡。かつてはギリシャ語でブトロトン、ラテン語でブトロトゥムと呼ばれた。ブトリントは古代ローマの詩人、ベルギリウス作の女子詩、アエネースに登場する。それによれば建設者はトロイアの王、プリアモスの息子、ヘレノスであり、彼はトロイアの陥落後この地へ逃れてきたという。この物語が どこまで事実に基づくものかは定かではないが、学術的な調査によってこの地には少なくとも、紀元前8世紀には、人の定住があったことがわかっている。海峡に接する用地であったこともあり、対岸のケルキラと共に、海上交易によって、発展、紀元前4世紀までには防壁を持った都市としての、形を成すまでになり、劇場やアゴラ、アスクレーピオスの神殿なども作られた。 ギリシャ方面に領域を拡大しつつあったローマは、紀元前167年にこの地を支配下に置き、ギリシャ信仰の基地とした。後、ローマ皇帝アウグストゥスはここに植民地を建設し、この時期に、ローマ式浴場やニンファエウムが作られた。しかしその後は徐々に衰退していった。6世紀になると、ブトリントには、キリスト教の洗礼書や聖堂が作られた。 この洗礼書は当時最大級のものであった。この頃には東ローマ帝国の領土であったが、7世紀に第一次ブルガリア帝国が起こると、その支配を受けた。9世紀には再び東ローマ帝国に取り戻されている。帝国は1204年の第4回十字軍の攻撃によって分解し、亡命政権の一つ、エピロス先制公国の一部となった。 その後何世紀もの間、東ローマ帝国、南イタリアのアンジュアサ、及び、ベネツィア共和国の対立の地となり、その領有者は次々と変わっていった。1797年、カンポ・フォルミオ条約に基づき、ベネツィアからナポレオンにこの地域が割上されて、フランスの支配下に入ったが、1799年、オスマン帝国の地方総督テペデレンリアリパが、 征服した。1912年にアルバニアは独立したが、その頃にはすでにブトリントには、わずかな居住者しかおらず、遺跡は沼地に渦漏れて、植物の生い茂るままの状態となっていた。ベニート・ムッソリーニの命によって1926年、この古代のジョジシューカリの地において、最初の学術的な発掘調査が行われた。 1948年からはアルバニア政府が法的に保護した。1992年にはユネスコの世界遺産に登録された。また、人の住まぬ土地になったこともあって周辺には豊かな自然環境が保たれており、2003年にはラムサール条約の登録地になっている。 有料区画から水路を挟んだ南側の平原に、ローマ水道跡やローマ時代の遺構が点在している。サランダより、路線場水跡のアクノポリスからは、ギリシアのケルキラ島や、平原の南側にギリシアとの国境線付近が、間近に見えるが、直接、それらの場所から、ブトリントへの交通手段は存在しない。基本的には、サランダを経由して来ることになる。 1992年に登録。1997年にアルバニアがネズミ港の破綻をきっかけとした国内動乱に見舞われたことにより危機遺産に指定されたが2005年に解除。また、二度にわたって登録区域の拡大が行われている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。